片山オリンピックで初めての今マットに上がります。さあ大事な初戦ですね。そうですね、はい、アルジェリアのボーゲラという選手との対戦です。片山24歳、このボーゲラ26歳、オリンピックで初めてマットに立つという時になるとやはり緊張するでしょうね。そうですね、僕はもう足がやはり震えましたね。そうですか、はい、片山今どんな精神状態でしょうか。こちらが対戦しますアルジェリアのボーゲラです。この初戦でですね、はい、いい試合するかしないかでまた今後のその試合につながるかどうかですからね、はい、いい試合してですね、本当にメダルに近づけていってほしいですね。気持ちが違ってきますんで、はい、さあ試合が始まりました。74キロ級の1回戦です。日本の片山登場、赤のレスリングタイツが日本の片山孝光、青アルジェリアのボーゲラです。片山はここからの一本勢とか、はい、結構得意ですからうまくかけてほしいですね。まだ組手の争いが続いています。おっと後ろに回られましたがこれはポイントにはなりません。ポイントにはなりませんが、ああやってどんどん攻められますとパッシブを取られるということがありますから ね。組手争いからまず攻めていきたい片山です。試合時間は5分間、前に出ていきます日本の片山。この組手の攻防は今のところどうですか。そうですね、五分五分だと思いますけども、はい、ただ片山選手は低く見られますので、その点パシーブに見られる可能性もありますね。はい、ちょっと低い体勢から組手争いに行っています片山。頭をつけるとですね、どうしても逃げてるっていう状態に見られますので、あっと後ろに回られた、これはポイントになりました。バックを取られました片山。このまま横崩しに行きますボーゲラです。これはこらえたい、これはこらえます。どうだ、こらえてますね、こらえてますね、はい、しのいでます。1ポイントを失いました片山です。ここはしかししのいでいます。今の腕取りからの胴タックル、はい、気をつけてほしいですね。そうですね、はい、ここでレフェリーがスタンドを命じました。まあ、なんとか1ポイントだけでしのいだという感じの片山です。試合時間は5分間、今2分が経過しました。まだ3分あります。もう二度と今のような形ではポイントを取られたくないところですが、また後ろに回られた、これもバックを取られてポイント。コツコツという形でポイントを取られております。2対0になりました。まあ、無理な状態から投げに行きましたので、はい、はい、それをカウンターで浴びせられた状態ですね。とにかくこの、まあ、グラウンドの攻防ではなんとか失点を抑えたいところです。2対0です。2ポイントを追いかける形になりました。左手の手首をですね、抑えられちゃってるんですね、はい、それがちょっと動きが取れない状態ですね、うん、片山はですね今やっと左を振りほどきました。さあ、ここはチャンスか。組手争いをしている間に試合時間が3分経過。また今度はパッシブを取られました。どうしても低くいきますんで、頭をつけてるという感じで見られちゃうんですよね。なるほど、この不利な体勢からの試合再開です。ここはしのいでいきたいところです。ここは無理しないで頑張ってほしいですね、はい、
74キロ級初戦の片山です。ここはなんとかこらえてほしい。2点のビハインドの片山です。回しに来る、おお頑張った、こらえた、こらえた、こらえて逆に後ろに回った。さあホールを一気に狙っていけるぞ。逆転なるか、逆転のホールなるか。赤は1ポイント追加、1ポイントです。片山1ポイントを取りました。お、2ポイントになりましたか。はい、そしてまた今多分2ポイントの、はい、5秒を数えまして1ポイントまた加わって3対2になりました、ね、3対2、日本逆転。そしてローリング、さらにポイント追加、5対2になりました。片山がここで一気にポイント固めて取ります。ニアフォールの体勢に持っていって3ポイント、さらに相手を回しました。2ポイント加えて5対2になりました、まあ、俵返しに入りました、さあここから投げかフォールか、ま、相手の肩を90度以内にマットに近づけていきますとここでまたポイントが加わりますが、しかし今の見る見るうちに5点というのはすごかったですね。そうですね、片山も体が柔らかいですからね、はい、ああいったところで相手に乗ることができますね、そしてまたパッシブを取りました。今度はこの有利な体勢から試合再開です。今ボードの方の表示が日本の片山8ポイントまで行きましたね。そうですね、俵返していくときにですね、ボーゲラが足を触ったということでですね、ペナルティーのポイントが入りましたか、はい、8対2になりました。大きく日本の片山リードして残り試合時間は30秒です。いや最初の2ポイントを取られてちょっと膠着状態の時にはどうなるかと思いましたが、そうですね、やっとこのオリンピックの雰囲気に試合の中盤から慣れてきましたかね。そうですね、ポイントが10対2になりました。相手の反則もありましたがその前の連続攻撃は見事でした。日本の片山、今レフリーとジャッジとが協議をしておりましたがまたポイントを増やしましたね。そうですね、ボードの方は11ポイントと2ポイントになりました。また腹返し行くときにですね、はい、青のボーゲラが足を触ったということでですね、またパッシブ取られました、ね、腰から下を使ってはいけません。さああと1ポイント加えればテクニカルフォールですが、ポイント加えました。テクニカルフォール勝ち、10ポイント以上の差がつきますとテクニカルフォール、その瞬間に決着がつきます。片山高光2ポイントを先行されながらもその後みるみるうちにどうでしょう、1分ぐらいの間に13点取りましたね。そうですね、逆転の勝利、テクニカルフォールで1回戦アルジェリアのボーゲラを下しました片山高光です。そうですね、体柔らかいですからここからうまく乗りましたね、はい、そうやって考えると最初の2分ぐらいはやはりオリンピックの緊張だったんでしょうかね。そうですね、ちょっと硬かったような気がしましたが、ちょっと彼らしくなかったですね、はい、動きがですね。これで2回戦楽しみになりましたね、はい、中盤から終盤にかけて本当に動きが良くなりました。一気に13ポイントを取りましてテクニカルフォールでアルジェリアのボーゲラを下しております日本の片山です。